特別になるというよりも、もうすでに特別だっていうことに気づくっていうことがすごく大事なのかななんていうふうにも思うんですよ。お腹でも自分変わったんだっていうのを感じてほしいなと思って、命のスープと名付けています。2泊3日自分としっかり向き合って、不安の奥にいた私の中に何が隠れてるんだろうっていうのは、それぞれがなんか大切にするなんか問いみたいなことがきっとあると思うんですよ。自然が私にもう解放していいよ、ちゃんと自分に向き合っても大丈夫だよっていう風に言ってくれてるような感覚になってから、しっかりと向き合えて、してもいいよっていう、受け入れてもらえてるなっていうのがすごく伝わってきて、中心を軸に回転し続ける宇宙で、なんか星がそれぞれあって、星にはね、いろんな要素があるから、なんかみんながいて、毎日毎日すっごい気づきがあり、このあと日常に戻ってからどん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 自分に向き合える時間が持てそうだなっていうワクワク感、すべての瞬間にすごくみんなが美しくて、こんな発見がまだこの年にしてあるんだ、最後何が降りてきたんだろうって、自己探求の旅をこう仲間ができたの、自分と改めてつながり直す、少しずつ自分と対話できるようになってきたのかな、皆さんの話聞いてもジーンときたりとか、鎖みたいな縛られたものが少しほどけて、また新しい旅をね、旅の友としてね、共に歩んでいけたらなという感じがしています。